元日の地震の直後、大規模な火災が発生した輪島市の朝市通り。3日ぶりに安否不明となっている人の捜索が行われました。その中には神戸市消防局の隊員の姿も。29年前の今日、阪神淡路大震災の現場で活動していたという隊員もいました。1月17日と聞くとやっぱり、ね、阪神淡路大震災を思い出しますので、たまたまその日にこちらの方で活動することになりましたので、やっぱりその辺何か運命的なものを感じますし、我々たちも微力ではございますが、何か、こちらの被災者の方に、お力になるような活動ができればな。被災地から被災地へ、恩返しの意味もこもった捜索活動です。一方、小松基地では支援物資を運ぶ米軍機が小松基地へと到着しました。今回の地震により被災した人たちに必要な支援物資を輸送する米軍機です。その後、能登里山空港に向けて飛び立ちました。県によりますと、今日午後2時現在、232人の死者が確認され、安否不明者は21人。各市町の避難所には1万5000人余りが避難しています。